おっと、相手の攻撃、あれえ、避けろ、意外と死ぬぞ。おっと、相手の攻撃、あれあれ、いかにマジ、気合いですよ、お前の炎の投手で頑張れというわけでね、対人バトルロードのお時間です。1回目からもうメタルチームなんですけど、SP ちょっとなしでいきましょう。もう、なんでかっていうと、ラビエル使うと勝てるからです。合体モンスターっていうのは状態上攻撃をほとんど持たないっていう性質上ですね。これラビエル使うだけで一気にもう合体モンスター型苦しいんですよ。まあ、そこにパフパフとか当てると変わってくるのかなっていう感じですけど。はい。なので、ラビエル使うともう負けが確定するんで、普通に殴り合いです。おお、やっぱりこう殴り合い。向こうメタル軍団ですよ。もう、まず願いかけみたいな感じとかです。まずはメタル系を倒して願いかけって感じですかね。レベルを上げる。なんかこの前見ましたよ。スーパーキラムシーンの時もやりましたね、これ。うん。あれ毎回負けてる気がするんですけど、気のせいですよ、きっと。ただ先手は絶対取れないからね。まあでも、痛恨さえ出なければって話ですが、こいつら痛恨がよく出るんだよね。知ってたよ。さあ、アンガーパンチでいきましょう。まあでも殴り勝てるんじゃない？行くぜー、俺行くぜ、あれー、エスタークより勝てエスタークより勝て、俺行くぜ、あ、うわエスタークより勝てーし、避けるし、早速メタルチームに嘲笑われております。天罰。天罰が降り注ぐぞー、大丈夫でしょ、いくらなんでも。ああ、まあ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 、ってか300結構来るのか。まあでも大丈夫。属性攻撃はね、炎と風以外だったら普通に食らう感じだね。つーか、モンマスが強いんじゃねえかな。ああ、モンマスって強えな。いや、モンマスの称号って強いんだなって今ね、しみじみと感じてるんですけど、皆さんはどう思いますか向こうはだってメタル軍団って言うとモンマスの称号入ってますからね。こっち、合体モンスターだったら、もう、称号なんてないんですよ。合体モンスターで称号なんて、行きます。怒ってます、私は。行くぞ、プーはうわぁ、俺行くぜ、あれあれいや、行けそうな気がする。怒りの旋風で行けるんじゃねえかな、今。ダメージちょっと見たけど。ギリ行けそう。集中や、怒りの魔人。まずこの攻撃を耐えるんや。でもさ、なんかさ、ちょっと、なんか避けてるから、なんかよくわかんないけど、避けてるからいけるって、避けてるからいけ、避けてるって言っても確かあれやん。避ける前に会心判定で負けやないか。やばい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 。いかめちょっと意地見して、メタル狩りをするんや。おわし、頑張れ。うわー、頑張れ。やばいやばい。巨大な体で、押し潰す、いくぜ殴り負けとるやないか俺が悪かったよ、イカネマシン。相手をワンにしました。おお、相手をワンにして HP 見てください。ワン時代みたいなもんですよ。相手がワン時代の HP でさらに。もうここまで来れば負けないね。もうイーブンですよ。五分五分の戦いがね、期待できるんじゃないかと私は思っております。はい。なんか見えるよ。さあ、ワンのね、モンスターたちといかにもじがぶつかる戦いになりますね。さあ、プレイヤー2の先制攻撃、ピキンピキンピキン。皆さん見ませんでしたか、こんな光景を。大会でこんな光景見たことありませんか、私は死ぬほど見ました。火星属性3体、バギークロス、せーの、だーうわー、先住食らうの結構食らうな。いや、まだ。でも、なんだかんだよ、いけそうな気がしてきたな、もはや。いや、いけんじゃねえから、俺行くぜ。あ、いけんじゃん。だって殴り勝てんじゃないの、普通に。これ殴り勝てるよ。いける、向こうバギクロスパーティーだけど、大丈夫、こっちは殴り勝てる。こっちは殴り勝てる気がする。さあ、このターン、耐えれば勝ちなとこあります。向こうはもうギガスラ振りました。だって、ここ耐えたら、だって今度は会心のこっちで勝てるからね。いけるよ、疾風の牙。大丈夫大丈夫大丈夫。打撃なら大丈夫だ。よし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 。さあ、バン同士の殴り合い。ルカラ、オッケーオッケーオッケー、ルカラ逃げた、ルカラに逃げよった、こいつ。まあまあ、しゃあね、しゃあね、しゃあね、大丈夫、全然大丈夫。いけるいけるいける。これはいったわ。だって、次、星ウルドでバトが使えば勝てるんじゃない、なんだったら。星ウルドやら勝てるよ。ほら、全員攻撃が触れた全員攻撃が、わお勝てるわ。ワンの奴らには負けねえと。ワン最強はこの俺だってのを見せてやりましょうかね。
行くぜー。あれタホランにロケられた。頑張らそいつ。あかん。くそ、星振る腕は、星振る腕はしようか。星振る腕はがあるわ。ダメージ系タホランに当てたらね、ダメージ系があったんだけどね。それでいけたけど、星振る腕は使います。星振る腕はね、先制しよう。そして怒りの一撃をバンバンって打ってかと。いけるって。ワン同士の殴り合い、これが大会にあったね、ワン同士の殴り合いですよ。さあ怒りマシン走ってくれ。いくぜ、いくぜ、いくぜ、ぷわー、うわー、無理だって。はははははは、ワン時代にも負けたのか。あれ、なんかこれバギクロスで死ぬ怒りのマシンってすごいデジャブ感が漂います。ああ怒りの魔人の欠点は炎と風に極端に弱いことです。ということで今度は炎の潮流軍団です。でもですよ、2600しかありません、相手の HP は。 Do you understand? これがどういうことか。ドラゴンギーの餌食になるんですよ。さあドラゴンギーの餌食になってもらいましょう。ドラゴン切りしたらもう HP がだいぶ変わるよ。前回のスーパーキラーマシンとは格が違うんですよ。スーパーキラーマシンの時はちょっと敵の潮流軍団が HP 高すぎたんで、今回 HP が2600程度しかありません。こうなるとさすがに殴り勝てるんじゃないですかね。でも炎に弱いっていうのがちょっとね、明確な弱点になりそうな気配はしますけど。でいいんで、痛い、結構食らうな。雷にもダメなのかお前。さあ砂煙も、まあでもでも、デンデン流強いんだよね。このドラゴンとデンデン流、うわぁ、やばいって、アンガーパンチ当たんなくなる。アンガーパンチ。でもさ、怒り旋風もダメだぞ、お前。あ、ダメダメ、効かない、ダメだ、全然効かない、そいつら。うん、ダメ、これ。これ、あ、やば、あ、きつい、あ、きつい。え、やばい、ドラゴン軍団、潮流軍団の激しいものが、いい、マジに収めた。やばいって。やばいんだって、それ。向こう SP 使わずして勝てんじゃねえかな、もはや。待って、これ向こうさ、SP 使わずして勝てる？砂煙がやばいし、怒りの旋風は絶対効かない。目を開けていられないし、アンガーパンチ当たんねえし、向こうブレス強えし、やばい。ちょっと待って、本当にやばいかも。ちょっと本当にやばいかも。ちょっと待って。え、強くないか？結構じゃないか、潮流軍団。ドラゴンゲットまで勝てんじゃなかったのか。行くぜ、俺行くぜよ。やっぱり頑張れ、頑張れ、カイドウマジ、俺行くぜ。360打点しか出ない、やばいやばい。ちょっと待って、マスターダブルスキャン強くないか。今度は2のマスターダブルスキャンもフルに活用しているんですけど、向こうはそうするとね、相手は、ね、SB カードを使わずして勝てるということが今分かってるんですけど。ちょっと待って待って待って、終わっちゃう。さあ、潮流軍団必殺技。潮流軍団の必殺技、パエロストーム。究極遠征灼熱奥義、パエロストームがバジーンを襲います。またですか。またこの衝撃、何、衝撃処分とか吹き飛ばされるとか、こんなんばっかりじゃないですか。やだもう。死ねー。何こいつ。同じ打撃耐性があって、脳筋タイプで、みんなに人気のモンスターといえばこの2体ですね。はい。合体モンスターどうしてバトルしましょう、こういう時は。はい。同じ打撃耐性持っていてね、力も高い戦士タイプ。ね、大会でどっちも見たことがあるっていうのも珍しくないんです。決勝戦がこの2体だった、みたいな、そういう大会も珍しくありません。さあ。どっちが強いかはっきりさせよう。白黒はっきりさせようわ。合体モンスターのね、威厳中のをね、見せてやろうと思うんですよ。神田に。こんなとこだ。こんなね、盗賊、大盗賊とかに名乗ってる神田ごときにね、ミカリオじゃ負けませんよってところを見、なんでこんなもんの。多分雷弱いからだ。ちょっと、やばいな。行くぜ、怒ってんぜ、俺行くぜ。あれ打撃耐性持ってるからね。単純打撃は厳しいね。神田でも炎に弱いから、怒りの旋風でいけるかもしれん。怒りの旋風でいきましょう。ただ、向こうライジンゲ強いね、本当に。こんな強いんだ。まあでも怒りの旋風でね、本当にこっちが今度は線持っていける可能性ってありますからね。もうちょっとね、
今格差ちょっと感じてる気がするけど、気のせいですよ皆さん。気のせいですよ。格差感じる？気のせい気のせい。インフレ？気のせい気のせい。ゲームっちゅうのは常にね、インフレしていくもんなんですかね、やっぱりね。あー、でも耐えたよ。怒りの旋風で1000ぐらい持ってったら次チャンスありますよ。いくぜ、イケメンプロ、おめでとう。あれ？あれ？ SP こっちだけ SP 使おう。ちょ、怒りの魔人 SP、まあ、2と1には差があるからこっち SP カードもらってもいいでしょ。ハンデハンデ。もう何でもいいわ。よし、アリーナでアンガーパンチで会心出すか。さあ、すばらしい、最大まで上がった状態で怒りの魔人がアンガーパンチを打っていく。オーライクス、あー、会心でいけるかな。ちょ、会心で、ここで会心出したらお前英雄になるぞ。あれ、どうしたんや、どうしたんや、音、相手の攻撃。SP 使ってもギガスラッシュでさ、走れワンチャンとかのことさ、噛んでたら早いんだよな。うぅぅぅ、あかんって。こんな低たらくなんで最後何にするか迷いましたよ。魔王を使うの、バラモスもムドもハゴも無理でしょ。ワンチャン勝てるとしたら打撃に弱い相手ですよ。ウストリーが大きく気持ちしてたからね。ゲマの登場です。打撃に弱いゲマならアンガーパンチを打ちまくれば殴り勝てるんじゃないかと。とどめ勝ちは絶望的です。なのでレジェンド魔王に、仮にもゲマってレジェンド魔王って名前ついてますよ、下克上あるやもしれません。打撃耐性ない、むしろ弱点のゲマにアンガーパンチを当て続けて削り勝ちを狙いましょう。多分これに関しては多分そんな食らわないと思うんだよね。お、硬い硬い硬い、本当に硬い、いける、いけるよ、いけ。さあ、今までねボコスカされてきた恨みを晴らそうやないか。おおお、いけるわ、これは殴り勝てる。 HP をね、 HP 差を返して追いつけるかもしれんわ。うおん、忘れてたおめえの回避率。忘れてたおめえの回避率。さあ、でもなんだかんだで、ね、ゲマも素早さ30しかないから、本当にこっちも先制できるし、殴り合いになればいけんじゃねえかなって思ってる。怖いのはおぞましい熱戦かなっていう感じです。ただおぞましい熱戦は炎じゃないんで、はい、おぞましい熱戦の属性は炎じゃないんで大丈夫だと思います。さあ、熱戦がゲマの熱い視線が、うう、まあまあまあ、だな、大丈夫だ、大丈夫だ、いけるな、マジいけるね、まだまだ戦えるよ。さあ、HP はね、このそろそろ追い返す時点ではありますが、ゲマの熱い視線がね、魔人を襲っております。あー、次で死にます。次で死にますよ。いや、もうこうなると、勝ち筋はね、無心攻撃？無心攻撃アンガーパンチしかないか。無心攻撃アンガーパンチでいきます。このまま決着つかないよね。このままじゃ終わらないね。怒りの魔人、最後に栄冠を手にします。デーモンキングでもできたことですよ。最後の最後に見せ場作ってけ、行くぜ。心無視、精神無視、アンガーパンチ、アンガーパンチで、でアンガーパンチ引いて勝ちです。行きます。イカリセプラー、オーライクセプラー、死神の大釜が魂を刈り取る。おお、外したわ、ここ。まだだ、まだまだ、まだ、まだ、やばれやばれ。なんでおめえも外してんだよ。揃えも揃って仲良し講師め。え、揃えも揃って仲良し講師やめろよ。おめえらどこで争ってんの。なんでおめえも外してんの。それだったらギガスラッシュで勝てたじゃねえかよ。何させんだよ俺に。ああ待って、もう一旦猶予くれません。待って、これ猶予あっても向こう溜まってんじゃん。魂を刈り取る、ドーン。おめえら二人とも何してたの、この大会で。